はい、おはようございます。釣り子 TV です。いよいよ夏シーズンの釣り全開っていうことでですね、虫ルアー一つ買ってきましたよ。最新作の虫ルアー、これですね。じゃじゃじゃん、ファクトのギズモ。これフィッシングショーでエバーグリーンブースに展示されていて、非常に非常に気になっていた虫ルアーなんですけど、いよいよですね店頭に並び出したっていうことで、ああよかった、7月の前半っていうことでですね、徐々にあのバスがオーバーハングの下にこうピチッと隠れて、でこの手のルアーだとふわっと食ってくれるっていう、そんな、まあケロムシなんかもだいぶ釣れるような季節になってきましたからね。そこに来てこの新しく一発最新の虫ルアーが出てたんで、ちょっと買ってみてですね、まあ実際使ってみたいなと思って、で価格がお高めです。1個入りで1100円、虫ルアーで1100円ですからね、なかなかこれなくせねえなっていう価格ですけどね。まあいろんなギミック搭載ということだと思うんで、早速ですね開けていきたいと思います。でカラーはですね、スズメバチカラー 40mm で 3.0g、 3g ありますよっていうことですね。ではでは、結構ですね豪華なケースに入ってますね。でこんな感じで台座があって、台座に座っていましたが、はい出てきました。まずどうでしょうか、正面上から見た感じ、毛がですね結構いろいろついてますね。で裏側がこんな感じで、針が最初から内蔵されている。とガード、結構強めのナイロンガードが1本ついておりますね。はい、こんな感じのルアーで、で裏にポイントがいくつも書いてあるんで、ちょっと読んでいきますかね。コンセプトは浮くスモラバ、水面へと誘うリアルな生命感。1から7までですね、このルアーのポイントが記載されていますんで、早速読んでいきたいと思います。まずマテリアル、強度と浮力を兼ね揃えたエラストマー素材ということで、ペコエコタックル認定商品ですよっていうのが書いてありますね。まあ釣りの大会なんかでも使える素材ですよということですね、 JB の。で丸にテールサイズ&形状、飛距離アップと浮力を確保するため大きめのテール。このテールが結構ですねもっちり、でボリューム感がすごいあるんですよね。これによって飛距離が確保されてるよということで、で次丸さんがフロントアーム、これですね、フロントアーム、シェイキング時の移動距離を抑えナチュラルな波紋を発生、グッとですね踏みとどまりそうな一対の手がこんな感じでついております。で4番ここですね、オリジナルフック、刺さりの良さと強度のバランスを考慮したオリジナル設計で、サイズが2番の針が内蔵されていますよ。ここと、そうですね、ここ硬いですね。ここに2番のこういうストレートフックでちょっと愛が上にクイッてなってるような、専用のフックがついております。5番、フック一体ウェイト、飛距離アップと水面での浮き姿勢を安定させるウェイトを内蔵。これはちょっと針を外してみないとわからないんですけども、フィッシングショーでの動画を見るとまだ浮力でこうなんていうかな、重りは入っていない仕様のものが展示されていたっていうことなんですけど、この中に何か、姿勢を安定するための重りが入っているっていうことですね。これはまあちょっと開けてみないとわからないっていう感じですか。で6がですね、モノガード、このガードですね、違和感を与えない半透明モノガード、ライトカバーや枝に引っ掛ける提灯釣りに対応するためにこういった
ガードが一本ついてますよ。最後7番、中空シリコンラバー水面に浮きうごめく虫の足をリアルにイミテートする極細の中空シリコンラバーで、あとはより詳しい解説はエバーグリーン公式ウェブサイトをご覧くださいということで、はい、この何気ないシリコンラバーが実は中空素材、中が空洞になっているからよりこう浮力を助けてくれる、まあ穴がよーく見ると開いて、あ、開いてますね、うん、これがですね空気を中に内蔵した中空シリコンラバーなんで水面にこう浮きますよ、こういうことになってるんですね。で下に諸注意事項がありまして、まあいろいろ製品をこれから取り外すとき気をつけてくださいねっていうところと、一番重要なのがですね、これが最近よくあるですねエラストマー素材で作られているワームなので、他のですねハードルアーソフトルアーと接触させ続けるとお互いが変形し妖怪および固着する場合がありますということなので、これちょっとまあ素材注意っていうことで、野良ネズミとかと一緒ですよね、特殊なエラストマー素材でできているので他のワームとかと一緒にこちゃって入れておくと、何週間後かにさあいざ使おうかなって開けた時にこれが溶けちゃってる、使えなくなってるっていうことになりますので、これはこれ単体でお部屋を用意してあげて使ってあげないといけないよ、こういった注意書きがあります。はい、ではですね、まあ、3グラムっていうことなんですけど、早速じゃあまずは重さどんなもんかなって測ってますかね、こちらがファクトの、ギズモ、これが何グラムでしょうか。おお、表示に偽りなし 3.1 グラムで、最近スピニングで投げることが多いとは思うんですけども、まあ、ベイトフィネスの高性能なタックルなんかだとちょっと太めの糸で、まあ、2.5g 以上あると案外結構最近のルアーって飛びますからね。最近もスパイテールって 3g 以下なんでちょっと難しいかなと思ったんですけど、最近のベイトフィネスのリールとかだと結構ヒューって飛んでいきますんでね、これも 3g は確保されているんで、まあ、比較的まあベイトフィネスでも使えるだろうし、うん、まあ一番いいのは何ですかね、スピニングタックルでこう PE ラインとかで、スキッピングさせてオーバーハングの下に入れ込んでいくなんて使い方がまずは使いやすいんじゃないかなって。あとはまあ結構こうこだわりの形ですからね、もうこれオープンウォーターで見えてるバスの視界の端かなんかにポチョンって落としてあげたらフッて振り向いてパクって、食ってくれるんじゃないかなって思うんですけども、こんな感じで、まあ色もこれスズメバチですけどね、蜂をイメージして作られた虫ルアーっていうことですね。で頭がこんな感じで、まあまんま蜂ですよね。うん、蜂といっても小さなミツバチとかじゃなくて、うん、本当に大きなスズメバチ系ですよね。こういうの頭のそばブーンって飛んでくると非常に怖いですよね、うん、釣り場でよくいる、大スズメバチに近いんじゃないかなと思うんですけども、食うんですかね、ハチって餌になるんですかね。あんまりあいつら強い生き物だから水面に浮いてるの見ないですけども、まあまあでもこれが魅力的な波紋を出したら食いついちゃうだろうなということだと思います。で今回はですね虫ルアーっていうことでボールも用意したんで、これにですねちょっと糸をつけてどんな感じの、今ですねパッと沈めてみたんですけども、ちょっとだけ後ろのこうなっているここのテール部分が水中に入る感じですかね。で中空シリコンラバーはもちろん空気をはらんでるんで水面にしっかりと浮いております。あーなんと思って、浮力も絶妙っすね。あんまり浮力高すぎるとなんか食い損じちゃうのかなと思うんですけど、ちょうど本当ボディの3分の2 4分の3ぐらいがなんていうかですね水中に入っている感じで、これでまあちょっと本当虫を食う時ってバスもこれ餌なのかなルアーなのかなって感じですごい
激しくバコっていうバイトよりもこう吸い込むようなふっと試すような食い方することが多いですからね。そこであんまりにも高浮力だとパーンってルアーが弾かれちゃうのかなっていう時があるんですけど、絶妙なですね、そこまで高浮力じゃないんだけどしっかりと水面に浮いているっていう、そういう姿勢を実現してくれているんじゃないかな。これは結構期待大です。こんな感じの喫煙ですね。これはまあで1個1100円っていうなかなか高級ルアーなので、ここぞっていう時じゃないとなかなか投げ込まないのかなと思いますけども、早速ですね、ただ表層で魚騙すのが一番簡単な季節になってきましたからね。でこれの一番上にテーマで書いてあったような感じで、コンセプトは浮くスモラバっていうことですからね、これを水面に置いて、でこの数々のパーツによって複雑な波紋を出して、だからまあなんていうんですかね、結構やっぱり提灯釣りなんかでもスモラバを枝に引っ掛けて水面でこうスモラバをパチャ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 波紋出す、あんなのが確かに一番釣りやすいですからね。だからそれを浮く素材虫ルアーでもうあえて作ったっていう感じですかね。あくまでも浮くスモラバというイメージで使うイメージが湧きやすいですよなんていうことで動画でも解説されていたので、非常にですね、自分も何かというと常にシェイクしちゃうんですよね。スモラバ使う感覚で虫ルアーなんかだとマイクロポンパドールにしてもレゼルブにしても、とりあえず投げたらこう波紋を出したくてですね、癖なんですけどね、常にシェイキングしちゃうっていう、手がもう癖みたいになってるんで、そういう使い方がベストマッチなんじゃないかなっていうことで、まあこれで単体でパコパコって泳がせるっていうよりも、ここのグッと踏みとどまる手と、あとこのラバーと、あとこの3グラムある結構ボリューミーなボディでグッとその場に留めてシェイキングしてバスをこう誘い出す、そういう使い方になるんじゃないかなということでございます。というわけでですね、本日の釣りコー TV はもう最新の虫ルアーが店頭に並んでいたんで1個買ってきてみました。こちらですね、エバーグリーンの福島健さんが、作った渾身の虫ルアーということで、ギズモこれを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。